明るくできる、あ、あったあった、明るくなったかな、アンニョン。それかこれで背景かわいいね、キティちゃんとかいっぱいいるキャラクターが。足集めしてくる、ありがとう、いってらっしゃい。ありがとう。なんかテロップ書きたい、イベント中でいいかな、イベント中。イベント中にしました。明かりをつけよう。うん。すごい明るい。もう下がんない。いいか、そう、色も変えれるんですよ。ティントかわいい、ピンクのティントです。ありがとう。お話をしてしましょう。うわ、なんか虫がいるぞ。ありがとうございます。
明日はおしゃべり会です。土曜日と日曜日おしゃべり会です。だから多分合間とかにやるかな。明日は合間でちょこちょこやる感じになると思います。合間とか終わってからとか。で、かわいいシナモンあ、そうだって忘れちゃダメですよ。明日のスケジュールね、難しいんだよね。おしゃべり会ってこう時間がさ、きちっと終わるわけじゃなくてさ、早めに終わることもある。早めっていうか、その受付終了ですぐ終わることもあるし、受付終了してから20分くらいあのはその部の時間なので、部いっぱいにやるかもしれないし、難しいね明日。ちょっとテカリを抑えよう。夜勤中なので3週目標に仕事をしながら見る。ありがとう。めちゃくちゃ見れそう失礼しました。直接って握手会みたいな例あるの。そうなんですよ。でも握手じゃなくて喋るだけで、あのこういうビニールのシート越しにお話しするって感じです。シャツ見てきます。いってらっしゃい。ありがとう。明日仕事か。ビニールだと声届きにくいのかな。届きにくい。すごい届きにくいからさ、いつも引き返しちゃうんだよね。だからさ、タイムロスだよね。なるべく最初からこう張った声で喋っていただけたら嬉しいですね。タイムロスなくすためにも。髪の毛染めて切ってきた。青髪。おお。新しい髪。見たい。早く見たい。よし、2週終わり。ありがとう。こんばんは、こんばんは。まだあの頃の握手会は難しいので。そうだね、まだやっぱり握手するっていうのはさ、完全にコロナがなくなったわけじゃないからさ、まだちょっと難しいところだよね。先あんにょん、あんにょん、こんばんは。早く明日にならないかな。会いたいね。もうでも何時間、4時間後には明日だから、すぐ明日だ。
昔握手会でクイズ出すイベントあったね。あああった、あれだよね、生き物の。わかんないんだけどさ、いつもさショールームしてたらさ、くしゃみとか鼻の調子悪くなるんだよね。ビレンちゃんにマイリアナ海溝の深さはと聞かれて答えれなかった。難しいよね、だって今は私聞かれてもわかんないもん。ペアレーンとか今はないの？ペアレーンないのかな、どうだっけ。でも最近やってないね。完全になくなったわけではないと思うけど。二人でラーメン食べるイベントが印象深かった。ラーメン食べるイベント、そんなのあったっけ。上のヒノキじゃないのか。これはいつもあるので違います。私はいつもここにいるので、ここで過ごしているので、そうではないんですよね。ここは屋根裏でも押し入れでもないです。今日はあの2期生さんが10周年で、ニコ生でね、やりますよね、配信をね。ショールームでくしゃみとか出る人他にもいます。あのくしゃみが出るのはいいんだけどさ、なんかいつもさ、なんか鼻の調子悪くなるの、何なんだろう。一分みさき、アンニョン、おっぱわっそう、アンニョン、アニョンセヨ、アニョンセヨ。何かのアレルギーかな、あ、なんだろう。隠し部屋でもないです。3期は今9周年になるのかな。11月2日で丸々9年ユリアさんも出るとかね、結構いろんな方が出ますもんね。シナモロール見るとローソンの肉まん思い出す。そう、シナモロールまんっていうのがあってローソンで、ニコドル解約に行ってきます。解約するのね、また入ってくれるかな。レインボースター、レインボースターありがとう。こんばんは、こんばんは。犠牲さんのやつ見に行きたかった。でもさ、ショールームがあるからさ、まさかのショールームアレルギー。ショールームアレルギー、そういうのがあるのかな。本当に何なんだろう、本当に不思議なんだよね。あんまりさ、鼻とかすすりたくないじゃん、アイドルだし。でもさ、もうねえ
ゃあすすらなかったら逆に垂らしちゃうことになるから、それもそれで嫌だよ。みれちゃんはじめまして、はじめまして、お疲れ様です。お疲れ様です。お互い様に、お互いに。花粉症があるの？花粉症あります。私は結構ね、寒暖差アレルギーとかもあるし、花粉の季節になったら目もかゆいし、鼻もね、もうやばいですよもうね、花粉症は本当に嫌です。なんか秋花粉出てきたっていう人いて、え、本当？じゃあ花粉かな。私も寒暖差アレルギーある、ね、めっちゃ嫌じゃない？でさ、メイクしてる時にさ、こう鼻かんだりしたらさ、メイク取れるしさ、赤くなっちゃうしさ。50カウントの西渡り、ありがとう。ガンダムアレルギー、ガンダムアレルギーガンダムアレルギー鉄人荒牧美咲も花粉には勝てなかった。花粉、そう、あのね、体調、これも体調っちゃ体調だけどさ、こう熱とか風邪とかインフルとかそういうのじゃなくて、花粉とかでその休むまでもない体調不良みたいな、こうちょこちょこのね体調不良あるのにさ、そういうガツンとした体調不良はないから、結構強いって感じするよね。体丈夫って感じする。この前本当にやばくて、仕事中でしんどかった。いや本当にしんどいよね、鼻とか目とかが不調なのって。ちゃんとツイートできてんのかな。なんかあんだ後にお直し、してないかもしれないちゃんとできているんでしょうか、ツイートは。うん、できていました。最近本当にツイッターとかがいいねがすごく減って、絶対そのさ、フォロワーさんがさ4万人くらいいらっしゃるけどさ、絶対さ見てないよねっていうくらいなのよ。本当かい？にみさきちゃんホーチェートグループの希望だね。唯一ホーチェートグループで押せる、嬉しい、ありがとう。私は通知取ってるよ、嬉しい、ありがとう。ダン、目薬をさしとき、サンリオのやつもありがとうございます。サンリオはね、黒みかね、シナモンで迷ってて、皆さん次第って感じです。皆さん次第ってなんて言うんだろうね、その結果どっちであってもいいみたいな。シナモンと黒み、あの無料のギフトあるので、無料のギフトあのあればぜひ。クロミちゃんかわいいよね。なんかさ、あのシナモンは結構水色系のお洋服が好きな方がさ、すごく持ってるイメージで、クロミちゃんは結構地雷系の洋服、黒でかわいい系の洋服を着てる方が結構持ってらっしゃるイメージ。今日はみるんちゃんの配信あるから仕事上の
なんとかちゃんたちに穏やかであってほしい。穏やかにお願いします。こんばんは、こんばんは。本当はさ、こうこうさ、あの、なんていうの、こうしたいんだけど、ちょっとこうなってるからさ、こう下からなのよ。だからさ、自分からこうさ、こうさ、こうこうかで、こう下を向くっていう。だからすごいね、猫背っていうか首がね、こうなってんの、こう首が曲がりそう。いいスマホスタンドある、あったら知りたいなっていう。そろそろ3週目の一人行ってきます。いってらっしゃい。圧倒的マイメロちゃん、ね、マイメロちゃんよね。マイメロないんだよね、今回のやつ。ね、マロンクリーム好きなんだよね。母がマロンクリームのちっちゃい頃、あのグッズとかを持ってたみたいで、確かにマロンクリームめっちゃ可愛いと思って、マロンクリームがあのサンリオの中で結構好きです。ポチャッコが一番、ポチャッコ、ポチャッコね、可愛いけど今回のやつないっていうね。キキララとかもすごい可愛くて好き。チャレンジでもらえます。チャレンジでもらえるのね。チャレンジか。AKB48 福岡セイナーさんの部屋から5時間とお届け中。ああ、ありがとうございます。あ、イベント中なんですか？ AKB の方もイベント中みたいです。本物のクリームなんですかと思った。あのサンリオのキャラクター、ウサギのすごい可愛いワンピース着たキャラクターがいるんですよ。私キキララかな。キキララ可愛いよね。サンリオの新海賊っていうのがあるんだね、知らなかった。そう、あのね、マクドナルドでね、一回あのハッピーセットのおもちゃとして、あの景品、なんていうんだろう、おまけになってたんだよね。あ、違う、マックじゃなくてミスドだ、ミスドのキッズセットみたいなやつだからね、買ったのよね、結構前だけど。無料ギフトならチャレンジでもらえる。おお、チャレンジっていうのがあるんだね。100均の使ってるけど細かく調節できるからおすすめ。先もね、あの100均のやつなんだけどさ、もうちょっと長ければなっていうくらいの長さなの。どれだろう、同じやつじゃないよね。このさ、照明もついてる。こんばんは。さっき9日ぶりに家から外に出たよ。ようやく出歩くことができます。あー、大丈夫かな、後遺症とか心配です。夜ご飯パスタ作ろうと思うんだけど、みれちゃん何パスタが好き？明太パスタとか、あとほうれん草とベーコンのやつとかが好き。皆さん何が好きですか？パスタ見た目があんなのだからサンリオ好きって言えない。サンリオ好きそう。キティちゃんとか好きそう。何が好きなんだろう、なんか勝手に言ってたけど、キティちゃんとか好きそうとか勝手に言っちゃったけど、何が好きなんだろうか。 AKB はクッキング選抜っていうのやってるみたい。なんか見た、ツイッターで。それってクッキングする配信を全部しなきゃいけないのかな、大変そう、それ。すごい大変そう。マック値上げみたいですね。値上げしちゃう。なんかミスドもマックも、てかもうさ、全体的にさ値上げしてるよね。本当に何なんだ。照明あった方がいいのか。私が使ってるのついてないからダメだ。あ、でもね、この照明をつけてもう一個、なんていうの、スマホスタンド横に置いとけば照明もありスタンドもありっていう感じにできる。
ミートソース、あ、王道のミートソース。前髪が早くもっと伸びてほしい。でもかなり伸びたと思います。カルボナーラ、ペペロンチーノ、カルボナーラ、カルボナーラ、わかる。カルボナーラ美味しいよね。料理配信、料理配信してるの、すごい大変そう。本当にナポリタン王道なやつ。おー、カルボナーラ多いね。カルボナーラだから推し集めしてたら結構料理配信してる人。前さ、ラルムのイベントでさ、チーズタッカルビ作ったの覚えてます？料理配信みたいな感じだったな。でも本当に早く伸びてるし、なんかさ、あれだとさ、ここがさ、こう出るわけ。そこをこう髪がこうになったらさ、笑ってもさ、あんまりさ目立たないからさ、早く伸びたいし、ここがないとあるとないとで結構違うんだよね、髪がね、顔のでかさが変わるのよ。自宅の割と近くにピューロランド歩きたいってことはない。ピューロランド行きたいんだよね。キティちゃんも好きだけど、特にマイ、クロミとマイメロが好き。クロミとマイメロ可愛いわ。うん。ピューロランド行きたい。パスタ、ペペロンチ。昼は明太子パスタでした。おお、いいね。あ、食べたり作ったりね。言ってくれたやつにする。何がいいかな。じゃあ、でもなんかサーモン、クリーム系のやつにサーモン入ってるのとかも好き。サーモンって言うから、でもそれって結構お店で出るようなやつだから、何がいいかな。でもあれも美味しい。クリームとかじゃなくてジェノベーゼ、緑のやつ、あれもさ美味しくない？ツンはしないの、今絶賛伸ばし中なんですよ。めっちゃ伸びたでね。効果は明太スパかな。おー、得意料理はね、得意な料理はないけど、でも大体メニューじゃないや、レシピ見たら作れると思いません？今回の配信で料理配信する。料理配信はね、しないです。一人暮らしとかだったらねできるんだけどね。クッキーも作りました。クッキーも作ったね。いや、どんなとこでクッキー作っとるみたいなところで作ってました。本当にあの部屋でクッキー作る人いないですよね。普通キッチンなのよ、ね、料理配信本当に懐かしい。前髪伸ばしたいけど、私の前髪負けなすぎていつも来ちゃう。でもさ、しっかり伸びてきたら巻かなくても下ろしててもいけるよね。
前髪長いのパッツーも似合う。嬉しい、ありがとう。じゃがいもの芽を取るのに苦戦中。うわあ、大変なやつだ。うまい、うまい、うまい、うまいって何がうまいんだろうか。昔ググタスでエプロン姿のみるちゃん料理懐かしい。あー、動画載せてたやつ。動画だったっけ。動画だ。この前までミレンちゃんと同じくらいだったけど、きっと相変わらずパッツンです。あのね、パッツン似合う子はパッツンにした方がいい。うん。私も結構パッツンっていうスタイルが好きなんだけど、あんまり似合わないから、そう、ちょっと伸ばし中です。伸ばしたい気分っていうのもあるし、伸ばしたい気分の上に前髪パッツンよりも長い方が自分的には似合うのかなって、こう周りの方もさ結構長い方がいいって言うから、ちょっと長くしてみます。でもね、 HKT 入る前はずっと長い前髪で、あのバレエをしてたから、こう上に上げないといけないから長い前髪だったの。でも入ってからちょっと経って、多分2回目の壁写真撮影かなで切ったのかな、多分2回目か3回目か忘れたけど、で切ってまた伸ばして切ってみたいな、もうずっと繰り返してる感じです。次ある頃までにはもっと髪の毛を伸ばしたい。現在髪の毛、あー、そしたらさ髪伸びたらさ、またね髪色がいろいろできるね。あの毛先だけとかあるじゃん、それしてみたいんだよね。ここだけとか可愛いよね、絶対ハイトーンでこう黒みたいな。昨日配信でコミュ障かな、コミュ障だって言ってたけど、みーちゃんのペースで全然いいと思うよ、無理しないで。ありがとう、優しい。どっちも似合うらしいけど、割と友達には少し長めがいいって言われることが多い。あー、確かにどっちも似合うね。どっちも似合うから好きな方やったらいい。加入当時の長い髪可愛かったよ。あれね、もっと長かったんですよ、実は。あれでも切ったんですよ。なんか長すぎるから切らないといけないみたいな変なルールあった。うん、でも切ることに嫌だっていうのはなかったんで普通に切ったんですけど、サイドバングがくつり作っても似合いそう。でもね、割る時のね、ここら辺がさ苦手だからさ、でもここまであったらあれだね、きっとね。すごい顔がでかい人になっちゃう。あれは小顔じゃないと似合わないやつだよ。やってみたいけどね、シルエットがすごい可愛いから。次のお話し会には髪をピンクに染めていきます。てか染める髪がない。あ、じゃあ髪の毛ピンクに染めてきてくださいね。楽しみにしてるんで。新しいコンセプト、夫がツインテールだったから美咲ちゃんも。お、ツインテール、いやツインテールね、できるかな今の長さ。今すごい中途半端な長さで、もうちょっと伸びたらさできるだけどね。さくらさんは何でも似合う、本当に。
さくらさんの、あの前髪がここまであってでパツって切ってあるあの姫カットみたいになってる前髪長いバージョン、前髪がない、前髪で触覚じゃなくて前髪で姫カットをするみたいなやつやってみたくて、伸びたここまで伸びたらちょっとパツって切ってみたいな。俺も優しい言葉を言いたい。お茶でも入れようか。おお茶くれるんですか。前回も前々回も派手髪だから目立ちすぎるよね。いやー楽しいです、毎回いろんな髪を見れるから。私も中学生以降前髪長かったことない。あ、そうなの。私はやった私もって読んでしまった。私はめまいがします。美咲の顔写に酔った。うわあ。地平地平っそよ。さきちゃんついてる、ま、子供ついてる、褒めてます褒めてるのね。 TikTok いつも楽しみにしてる、嬉しい。3週完了ありがとう。リップどこのですか。リップはデイジークの、これは何番だっけ、何番かわからないというね、ここに箱があるんで03番、04番もあります。こういう青みピンクのリップです。短髪の男性ってどうでしょうか。いいと思います。アイブもいいけど、ルセラフィムのダンス動画も待ってます。踊りたいんだよねこれ明日は仕事だから夜に配信あったら見るね。ありがとう。多分夜はあると思う。僕のリップはニベアです。ニベアいいよね、使ってないけど。でもあの青いさ、あのチューブタイプのやつ持ってた、前使ってたリップじゃないけど。ありがとう。似合うか分からないけどお揃いします。え、お揃いしよう、絶対似合う。チーム B の初期メンバー撮ったことありますか。柏木さんとはお会いしたことがあります。あのね、M ステの時にお会いしました。写真を撮っていただきました。最初またよ、ありがとう。こんばんは。04と03どっちかを、でもねそんなにね
変わりないね。だからサイトで見て若干違うからこっちの方が好きだなって思う方を買ったらいいと思います。どっち買ってもお揃いにはなるから、自分の好きな色味で、若干違う感じ、本当に若干、次ある時にロン毛に、それまでに会えないのは辛いからその前に会いに行く、待ってます。M ステティッシュで使い切っちゃったの、いや使ってないと思う、多分使ったかな、いや私は使った記憶がない。参照手ありがとう。でもねティッシュはね消耗品だから使わないと思うんで、だから知らぬ間にリビングに出てたかもしれない、両方買っちゃうとか、いやーどうなんだろう、それはもう自分のお財布と相談ですよね。いや今で詰まってきたぞね、なかなかね、あのランクアップ難しいところではありますが頑張りましょう。まだね2日目なんで、どうなるかわからないから、まあ安心はできないけどさ、抜かされるドキドキよりはさいいかなっていう感じではあります。髪をピンクに染められなかったら頭皮をピンクに染めます。それだったらさ、あのニット帽とかピンクにするのはどう？なんかこう髪の毛っぽく見えない？ニット帽をピンク、財布、お財布、お財布と本当に、あ、4位になった、わあありがとうみんな、4位になったよ。ランクアップしました。いやー1日目は5位だったかな、5位で終わったから、どうなるかなって思ってたんですけど、やっぱりあれだね、ランク変動がすごいすごいね。あ、シナモン、マナフィーさん、シナモンタワーでいいのかな、ありがとう。いや本当にありがとう、こまおよ、カムザムニダ、やった。マナフィーさんありがとう。シナモンかわいいね、どこ行った、もう一回見たい、顔がかわいい、あれだ、なんか持ってる風船、嬉しい。だからここにさ来ればいいのにね、かわいいのに。そしたらすごいシナモンっぽい耳、そうシナモンっぽい耳、これさポチャックにもなっちゃうのね、でもシナモンっていうことにしてください。サンリオキャラクター可愛いね、視聴者人数徐々に増えてきたらいいんだね。あ、クロミちゃん、イチロー氏、クロミちゃんありがとう。時間ちょっと間違えちゃったかな。ありがとうね、イチロー氏。黒宮こう。失敗した。難しいよね。でも10連続で投げたらさ、1.2 倍だっけになるのかな、確か。だからさ、すごい、難しいけど、なるべく10連続にした方がいいのかな。本当にありがとうね、クロミ。そうそうありがとう、嬉しい、かわいいね、ねえ難しいよね、でもありがとう。アイス食べるか迷って
ルナウデスかな食べましょう、食べちゃいましょう。みんな頑張ってくれてるので食べて OK です。私は今ゼリーを食べたいです。なんか夜に限ってゼリーとかそういうみずみずしい系のもの食べたくなる。ヨーグルトとか NG 多くないね。 NG めっちゃ多い。どうしたなんでそうなっちゃうの。全然 NG な言葉じゃなくないみたいなことも NG になってる。46分。ゼリーでお気に入りあるの？ゼリーはね、みかんゼリーがよく好きで食べます。たらみのやつかな、確かそれが美味しい気がする。みかんゼリー大好き。マカロンとみかんゼリーが好きってずっと言ってて、そこにカヌレも入りました。あのね、博多駅に売ってるカヌレがすごい美味しいんですよ。博多駅の阪急なんだっけ、なんかそういうあるじゃないですか、いろいろお土産とかが売ってあるとこ、そこに売ってあるカヌレがめっちゃ好きで美味しくてお気に入りなんですよ。あのね、何味だっけ、紅茶のやつ、アールグレイか、アールグレイめっちゃ好き、美味しいよ、おすすめ。一回ねインスタにも載せたことある。今日ローソンのカヌレ食べた。あ、ローソンのカヌレもね気になってます。カヌレ美味しいよね。ね、なんかさ2年前くらいにカヌレ見た時さ、こんなに高いんだって思ってたの。あの外で見てね、外でお店で見て、だからさ、こんなに美味しいものだったんだって気づいて、もっと早く気づければよかったって。私は今頑張ってダイエット中です。最終日、わーお疲れー。偉いです本当に、ダイエットお疲れ様です。ココナッツ、ココナッツラスールだったかな、そう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 、地下に、そう地下のやつかな確か。バタークッキーも全部捨てました。捨てちゃったの、すごい厳しい自分に。カヌレもちろん知ってますよ、本当か。いやカヌレは本当に美味しいので調べてみてください。カヌレ作りたいんですよね。でも絶対難しい。マカロンもね成功したことないのにね、カヌレなんて手出せないですよね。いやマカロンのが難しいのかな、どうなんだろう。福岡に行きたいな、引っ越すしか。あ、でもね福岡以外にもねカヌレ売ってますよ。福岡逆に少ないと思う、カヌレ売ってるお店。もっとね、有名になってほしいね、カヌレの存在。いや有名なんだけどあんまりないじゃん。カリカリにするの難しそうね。外はさしっとりでさ、その外は違う、中はしっとり、外はカリカリがさカヌレのいいところだもんね。この前カヌレ作ったよ。教えてコツ作る前にコツを知りたい。美咲の作ったメロンパン食べたかった。メロンパンね、パンも作りたいのよね。トゥンカロンは、トゥンカロンね、あのクリームをいっぱいクリームをいっぱいね入れるやつ。カヌレとマネキンのワッフルが好き。マネキン調べてみよう。まね、福岡って出てきた。やばい、甘いものたくさん食べたくなる話題ね本当だよ。マリトッツォしか知らない、最近のお菓子。マリトッツォはねちょっと前のブームだよね、割ともう
次の話題に入ってる感じ。え、今何なんだろうね、話題のスイーツって。カレンダーグッズ販売されるね。ぜひぜひお家にお部屋に飾ってください。カヌレ美味しいよね。カヌレ言いたいだけいや本当にカヌレ美味しいのよ。北海道ソフトクリーム大体どこでも美味しいよ。美味しそう。行きたい、北海道も行きたい。福岡からはね遠いからさ、なかなかね行けないけど行きたい。北海道旅行したい。プライベートで北海道行ったことないから行きたい。なんか大体お仕事でしか行ったことないっていうのが多いかも。行きたいって言ってるところ韓国も北海道も京都とかお仕事だけだもんな。あのお話し会、おしゃべり会で行ったぐらい。これからいちご大福のシーズン。あのさ、空港に売ってあるさ、いちご大福好き。あの白あんなのよね、それからすごい美味しくてね好きなんですよ。でも季節によってトマト大福になるんです。わー、トマト苦手じゃん、トマトになってるよってなる今芋スイーツの時期。あ、確かに今芋スイーツだ。甘いもの今我慢中だから勝手に飯テロされてる飯テロショールームになってしまう。もうすぐ3位。本当だ、こんなに縮まってるとは思わなかった。皆さんのおかげだ、ありがとう。トマトなんて美味しくないトマトはねソース系はいけるんだけどね、果実系がね苦手。果実なんていうの、実のやつは苦手なの。カットトマトとかも。関ちゃんの分私がトマト食べる。じゃあ一緒にハンバーガーとか食べたら、こうやってパカってしてトマトだけ食べてもらおう。かぼちゃプリンとか好き。かぼちゃプリンってさ、かぼちゃの味するっけ。あ、でも作りたい。弟がさ、かぼちゃプリン作りたいって言ってたからさ、早く作ってよって前言ってました。最近の話。果物といえば梨かぶどう、どっち好き。シャインマスカット好き。トマトジュースしか、あ、トマトジュースも無理。あ、3位になった、ありがとう。みんな3位にランクアップしました。もうね、3位になるの初めてかな。いや、そんなことない。結構変動が激しくて。トマト苦手な方多いね大きいトマトはダメだけどミニトマト食べる。ああ。そういうこだわりありますよね、トマト嫌いの人って。レアチーズケーキ好きです。わかる、レアチーズケーキいいよね。コストコにあるミニトマトが入ってる大きいの1日で食べきっちゃったことある。すごっ。でもさ、トマト好きな人でありたかった、トマト好きで生まれたかった。だってさ、トマトってなんかこうお肌にいいって聞くじゃないですか。私トマト嫌いだから、そういうところでお肌のいいものを取れないっていうのがね、思い出のシャインマスカット思い出のシャインマスカット。シャインマスカットこの前初めて食べたけど期待しすぎてたからあんまりだった。ああ、そうなの。でもシャインマスカットは種が入ってないところがすごくいいなって思う。ランクアップ、マジで始まったばかりね。確かにそれは本当にそう。トマト健康にいいらしい。今から食べていけば好きになれないのかな。
まあ、あのね、小学校の時からね、本当に苦手でね、食べれなかったの。あ、あと4分だ。あと幼稚園で出た人参のなんか丸くしてあるやつ、ちょっと甘いの、あれもめっちゃ苦手だった。あれ出た時地獄だった、ほんと。シャインマスカットデビューしました。おお、シャインマスカットね、凍らしても美味しいよ。あとね、プチってね、弾ける感じがすごい美味しい。人参グラス、あ、それだ、人参グラス。よし、じゃあ読もうかな。ランキング13位、ムックさん。12位、みことちゃん。11位、デブニャン。10位、メンダコのしっぽさん。9位、ユウさん。8位、ミヤトクさん。7位、大事さん。6位、さとちゃん。5位、上田くん。4位、ひでさん。3位、ソンアッパさん。2位、マナフィーさん。そして1位はイチロー氏。ありがとう。パチ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 。はい。お疲れ様でした、この枠。ありがとう。久しぶりに1時間でした。昨日は25分間が多かったんですけど。おつかぬれ、おつかぬれ。ありがとう。いろんなタワーとかも嬉しかった。すごいっそ。すごいっそよ。すがしすみにだ。止まんない。一本岬。ああ。切符だ。次はお休み配信だね。そうだね、お休みの配信だね。あと1分、次は23時からなので、また2時間後かな、待ってます。次は空港近くのから見るね。お、ありがとう。またね、ありがとうね。バイバイ。またね。ありがとう。よろしみ。よろしみへ。ファイティーン。ありがとう。頑張ります。よろしみあげすみだ。じゃあ、またね。バイバイ。